皆様おはようございます。ニュースチャンネルへようこそ、今回のテーマをお送りします。チハラジュニア、ちょっと怖い。EV 自動車のエンジン音に物申す。全国各地にはびこる交通ルールから逸脱したご当地運転マナーについて特集を組んだ26日のアベマ的ニュースショー、アベマ TV。 この放送中、MC、千原ジュニアさんが EV 自動車の静寂性に恐怖心を覗かせる場面が、千原ジュニア、EV 自動車のエンジン音に物申す、ちょっと怖い 3CJP。26日、全国各地に存在するご当地運転マナーについて特集を放送した、アベマ的ニュースショー、アベマ TV。その放送の中で、 MC、千原ジュニアさんが自動車に関連づけて自身が怖いと感じる出来事を明かしました。プライベートではバイクなどの自動二輪の愛好家でも知られる千原ジュニアさん。この日、我々なんかも車に乗りますし、バイクも乗りますけどと切り出すと今の車ってものすごい静かじゃないですかと、とりわけ EV 自動車のエンジン音が静かすぎると指摘。 静寂性に触れた上で、あれがちょっと怖い 3CJP と述べました。EV なんか全く落としないですもんねと、千原ジュニアさんはコメントを続けると、我々も車乗ってる時バイクのエンジン音がうるさい方が安全とエンジン音が安全性につながっていると実体験を交え主張したのでした。あれもね、騒音の問題もあるんでしょうが、ちょっとうるさいくらいの方が、 安全ですけど、ねという騒音にもなりうるエンジン音の必要性を問いたチュハラ・ジュニアさん。これにはスタジオからもウィンカーもあのカッチ、カッチを消せるけど、あえてあの音を出しているなど自動車が発する音に対し意見が紛失していました。難しいエンジンは静かであるべき。EV 自動車のエンジン音が静かであることに怖いと持論を述べたチュハラ・ジュニアさん。その後、 タイでは逆にクラクションを鳴らして自身の存在をアピールすることにも言及し、お国柄でも色々ありますねとコメントを締めくくりました。すると、このエンジン音の静寂性について番組を見ていた視聴者からは難しいという声が、EV が出たての頃は怖い思いもしたけど、最近はキーンって音でわかるようになった。エンジン音は安全装置だと考えるべき。 互換によって人は危機を察知するならそれに訴えるものを備えるのが普通だ。などと必要、不必要と様々な意見が生まれていました。では実際、EV 自動車の静寂性によって事故が引き起こされているケースはあるのでしょうかこれまで国内、国外で EV 車の静寂性が引き起こす事故の検証が行われてきました。 ただ、結果から言えば、静弱性で発生する事故は極めて少ないとのこと。しかし、国土交通省は万が一の可能性を視野に入れ、2018年から順次 EV 車に車両接近通報装置の搭載義務化を決定しました。ライター。国内外の検証では、静弱性は事故につながらないと判断されたよう。しかし、 事故を引き起こす可能性がゼロではないため、結果的に人工音を発生させる装置の搭載を義務化したのだとか。また、この人工音に関しては、現在、歩行者だけではなく、ドライバー側にも聞こえる工夫が始まっているといいます。音は安全運転をする上で、ドライバーにとっても重要です。例えば、マツダの MX30EV は、加速とともに車内に人工音を流すギミックを付け加え、 加速している雰囲気を醸し出すようにしています。これでスピードが出ていることを体感させようとしているのです。どう千原ジュニアさんが怖いとコメントした EV 自動車。しかし、昨今、その音に対し各自動車メーカーの様々な工夫がなされているようです。今回の内容ここまで終わりました。あと他の内容を参照してください。ありがとうございます。